コンスタンティン・カラテオドリ。コンスタンティン・カラテオドリは、ギリシアの数学者。速度論の研究で知られる。1873年、ドイツのベルリンで生まれ、ベルギーのブリュッセルで育つ。両親は、ギリシア人。カラテオドリ家は、外務大臣などを出したファナリオティスの名家で、父親も、ベルギーで、オスマン帝国の大使館秘書をしていた。 1900年、ベルリン大学に入学するが、ゲッティンゲン大学が気に入り。1902年からはこちらで勉強をする。1905年、ヘルマン・ミンコフスキーの指導の下で学位を取る。1907年、父親が死去。ボンで、無休講師として研究する。1909年、11歳年上の大場と結婚。1920年、ギリシア領となった。 イズミルの大学で職を得るが、1922年の起土戦争により、ギリシア住民は町を追われてしまう。空手踊りは、図書館の蔵書と共に、アテネに移住し、本を戦火から守った。アテネ大学で指導を行う。1924年、ミュンヘン大学に教授の職を得る。1950年に死去するまで同職にあった。任意の熱平衡状態の金坊には、 断熱変化では到達不可能な状態が存在するという空手踊りの原理を提唱した。これは熱力学第二法則と等価な原理であり、またサイクルを用いない定式化でもある。この原理から積分分母として温度を定義しエントロピーの諸性質を導くことができる。ありがとうございます。